逆突きついて、何でもいいからちょっと後ろに下がって上げ受け逆突き。いいよ。私はね、得意な蹴りはね、同じ足で蹴るのが得意なんですよ。多分あの引き足が柔らかいからできるんでしょうね。足が動いたら当たらないんですよ。みんなこういう人が多いんです。はい、私のはそうじゃなくて必ず当たるんですよ。一番ね、練習のとやるの必要なのはね、これなんですよ。後ろ足蹴ってしっかりしてるからすぐ蹴れる。で、前に出た時はできるだけ柔らかく落としないように早く。こういうのいっぱいやらなきゃダメなんですよ。こう降りるやつね、はい、今度は進むやつとか、はい、前足で蹴るときはこれを鍛えまして前足は遠くに置いといて、こっちの足が盗むんです。もうこれ自分の前ですから、遠くに行けばもうこれ私の前来てる、蹴りの前これが入ってる。意外少しあの届かせるからね、前に出て届かせる。最後はやっつけるから。これでしょ。